春樹さん、いろんなところでルービックキューブをやってるそうですね。ついに仕事につながりました。おお、キューブがもうこの後はプロだよね。だってそれで仕事してるわけだから。そうですよね、うん、あれから上達してるんですか。上達してます。なるほど、はい、でもですね、それも今夜限りかもしれません。何？なんとですね、春樹さんの認定証を奪うべく芸能人キュービストがやってきてくれました。芸能人？はい、そうです。認定証を持ってる芸能人って言ったら、そうです。今のところ僕金ちゃんしか聞いてないですけど、金ちゃん来んの？それでは早速お呼びしましょう。ガモー純一さんです。どうぞ。どうもガモー純一さんもさせて、ガモー純一さんもさせて、よろしくお願いします。綺麗な質問わけで、はい、はい、はい、芸能人じゃないよ。いや、芸能人の方です。どうも芸能人のガモー純一です。よろしくお願いします。ルービックキューブ歴10年の、ガモー純一と申します。よろしくお願いします。すいません、はい、すいません、お仕事本業の方を一応自己紹介。芸能人の挨拶じゃないですよ今。なるほど、はい、お願いします。俳優を少々やらせていただいております、ガモー純一と申します。はい、よろしく。はい、お願いします。サブリミナル役者というのは一体どういう意味なんですか。サブリミナル俳優ですね。サブリミナル俳優、まあ、サブリミナル効果のようにですね、こういろんなところ隙間隙間にキャスティングしていくという、はい、いわゆるこう台本が上がってからこの役、あ、まあこいつにでもやらしとくかというところでこう常に隙間隙間にこう、あ、そうそうそう、こういう、あ、眼鏡かけてんのいいかもしれない、あ、じゃあガモーに やらしとけみたいな。それがサブリミナル俳優。そうだから気づいたら出ているみたいな。気づだからこう街中すれ違ってもこうお二方だったら、あー春樹さんとか、あー矢口さんって言われるじゃないですか。僕はあーじゃないよ、俺には名前なんだよみたいな。で一番よくあるパターンが、飲み屋さんで友達と飲んでるじゃないですか。でこうちょうど目線に入るか入らないかぐらいのちょっと遠くのテーブルでチラ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 こっちを見てるんですよ、はい、なんだろうなって飲み屋だからどんどん声が大きくなってくるじゃないですか。聞いてると絶対俺知ってんだあいつ、絶対俺見たことあるんだよ。なあお前見たことないか、ね、なんだ知らないよ、迷惑だお前やめとけよ。いや俺絶対見たことあるんだよ。なんだっけな、そうほら医者のドラマ出てたよ、絶対出てたよ医者の。なんかさそう、眼鏡、ああいう眼鏡かけてた。もう全然延々と答えが出ない。言いたくて言う、ああそれはね救命夫婦だよみたいな、出てたよ確かにとか。なるほど、でも顔は全然こうガッと脳裏に焼き付いてる感じなんですよね、きっと。だから本当にそんな言うほど仕事はさせていただいてない。もちろんいっぱいやりたいんですよ。でも実はいただいていない中で、要はワンシーン5秒10秒の中で見ている人をどうやらすごく心をえぐっていくというか傷つけていく。面白い、うん、俳優さんとは思えない喋りです。本当トーク番組ってこれが2回目で、はい、全然慣れてないんで。いやあ、じゃあバラエティなんかもそんなに憧れますね。だって夢だと思ってますもん。一応夢だと思ってやってないと舞い上がっちゃって真の足が聞いてないんですよ。嬉しいですね。まさか、しかもですよ、まさか、はい、ルービックキューブでバラエティに出れるようになるなんてもう夢にも思ってないですよ。そもそもなぜこう役者の道に進んだんですか。見るのが好きだったんですよ、ものすごい。で僕はまあ一般的には有名かどうかわかんないですけど、日本映画学校という学校があるんですよ、はい、そこはだからなんだろう、お笑いでいうとうっちゃんなんちゃんさんが ね、卒業されたりとか、あとは、ドローンズさんだとか、覚えてるかな、ファンキーモンキークリニックとか、はい、なんでお笑い芸人の名前なんですか。同級生なんですよ、ドローンズもファンキーも。ファンキー同級生ですか。底抜けも同級生なの。そうなんですよ、すいませんね。いや、俺翔平とか仲いいです。あ、そう、最近あれですよね、作家変わっちゃったんですよ。作家になったんですよ。ですよね。スグルは歯医者に嫁いで。そうなんか歯科技師の勉強してるって。そうなんですよ。あ、そんなに、いたんですか。じゃあいたんですよ、一緒に卒業したんですよ。卒業公演とか、そうファンキーと一緒にやってるんですよ、ドローンと一緒にやってるんですよ。
まさかここでファンキーモンキークリニックの方が聞けるとは思ってなかったです。全然全然まあまあそんな毎日じゃないですけど、でも連絡は取り合ってますよ。あ、じゃあ今度飯食い行きましょうよ。あ、いやいやいや、ぜひぜひぜひ。ここで蒲生潤一はいかにしてキュービストとなりしか、いざ語らん。まずは一面でこうどんどん触ってるうちに、あれ法則を一個ずつ見つけていくんですよ。まず完全な一面を作って、次に裏面を完成させて、で最後にコーナーキューブではなくエッジキューブを入れるっていうやり方だったんです。それは多分つくだ式のことですよね。あ、僕はオールドタイプって呼んでるんです。つくだ式っていうんです。つくだ式です。つくだ式、完全一面作るだとこからいくのは、うん、つくだ式をっていうのを、でもそのアバウトな流れしか聞いてないわけですよ、はいはい、じゃあこれは作れる、一面完全一面は作れるけど、裏面をどうやって作ったらいいんだって、でどうやら端を入れていけばいい、はい、端どうやって入れるの。でも6面をある法則で回していくと1個だけが動くとか、そういうのが見えてくるわけですよ、で、あれちょっと待てよ、今この動きでなんか変わった、え、どこが変わったんだろう、じゃあそこにこの1の1、1の2、1の3と、例えばコーナーキューブだったらマークしていくわけですよ。で、この動きをした時にこの右上にいたはずのキューブが左下に来てるよ、だったらこの動きは1の1が左下とかメモっていくわけですよ、大学ノートに。ってことは、え、自分で完全にその方式を作ったの？そう、だからその佃式、蒲生式ですよ。もうそうですね。すごい。そう読んでも過言ではないはずです。蒲生式です。要はね、今どれだけすごいかっていうと、僕とかはそうインターネットとかで調べて作り方をこのパターンになったらこう動かすっていうのをただ覚えてるだけだから考えじゃないです。何にもね。あ、そうなんですか。蒲生さんは考えた結果揃えれるようになったから。もう本当キューブとお友達にならないと、もう全然キューブとお友達。だからお前はどこに行きたいんだ次、そうかここかっていう、この動きをしたらお前はどうなるんだ、こうなるんだな、よし分かった、俺はメモっとくぞっていう、使える動き使えない動き一個ずつさらっていくわけですよ。いや、あのね、言ってることすごい、話し方が怪しいだけで言ってることはものすごいよ。あまりにも熱く専門的になっておりますので少し飛ばします、ご了承ください。木目キューブ欲しくないですか。木目だ、合うと木目、木目で揃える。あ、色じゃなくて。渋い。それできると木目が揃ってる。あ、俺ね、なんかインターネットで誰かの書き込みを読んで、あ、これはいいアイディアだなと思ったのがLED を中に埋め込むと、うんうん、ね、でその色ずつにこうLED でこう揃えるんだけども、ボタン一つで LED だから元に戻す。今日私ずっと口開いてます。僕が思ったのは目覚まし時計のルービックキューブできないかなって、ぐちゃぐちゃになってて揃った時だけ止めるボタンがこう押せるんです。最高。で、それ最高。絶対いいじゃん。これどこに頼んだら作ってくれるんだろうと思って。いいわそれ。寝る前にぐちゃぐちゃにしといて。すいません、縁も竹縄なんですけど。何何、竹縄じゃないよ全然。そろそろこっからっすよ。そろそろ認定書狩りの方に移りたいんですよね。いや、具体的なまだタイムの話とかもしてないよ。そうそう、そこの話しなきゃ。そうですよね。わかりました、じゃあタイムの話。タイム、はい、タイムだから実際どれぐらい早いんですか。蒲生式はあれですよ、そのキューブと会話をしながら行くんで、うん、ちょっとやっぱりスピードキューブのスピードにはついていけない、はい、あ、そうなんですか。だから6面完成する。6面完成する。このお話をいただくまでは、はい、自己ベストが1分57秒だったんですよ。はい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 、昨日1分30秒ちょうど出せるようになりました。あら、これは春樹さんの方は。僕の自己ベストは42秒。早っ、はい、早っ。じゃあ半分じゃないですか。うん、お話にならない。じゃあお疲れ様でした。いいですか、いいですか。ただね、まあ、はい、アベレージは1分ぐらいなのよ。ハルキ VS ガモ、認定証をかけ真のキュービストを決する熱き男たちの戦い。公正を期すため2人のキューブをジャッジのヤグッちゃんがバラバラに。果たしてどんな展開が繰り広げられるのか、いざ参らん。じゃあまずは認定書の方を今日は持ってきてくれてるんですよね。あ、やっぱり持ってるんですね、すごい。じゃあ私がそれはお預かりします、はい、2人の。あ、額入ったんですよねこれ、はるきさんの。
しかしすごい、どうしようかな。何ですか。いや要はね、はい、このキュービストとして、はい、じゃあこれから勝負しましょうって時に、はい、今のね自己ベスト1分半ってのを聞いて、はっきり言って戦う気がしないんです、うん、ほう、ね、おっと、いやなんかね、はい、すごくキュービストってなんかスポーツマンシップみたいのがあって、はい、いい勝負がしたいわけ。なるほど、うん、勝ちたいんじゃないんだよ、うん、いい勝負がしたいわけ、うんうんうん、だから俺2個でやる。え、2個の合計とガモさんの1個でいいんですか。ガモさんは1個、俺は2個。え、いいんですか、そんな1個と言っちゃって。うん、だって熱くなりたいじゃん。でしょ。いや、ガモさんがそれで嫌だって言うんだったらいいですけど、ガモさんどうでしょう。いやー、ずいぶんと舐めた発言をするじゃないですか。いい、じゃあどう、じゃあやんないんですか。ぜひそのルールでやりましょう。それでは行きましょう。ルービックキューブ認定書狩り、ハルキ VS ガモさん、よーいスタート。ちょ、はい、ちょっと、ちょっと見失ってる。やばい、焦らないでください。はい、大丈夫よ。大丈夫、落ち着いて。2人のこの対照的な、落ち着いて。ハルキさんはずーっと、はい、静かに、よし、お二人とも時間がちょっと変わってます。よし、よし、ほら、来た。よし、お前、トモさん、別に喋んなくても大丈夫ですよ。ちょっと待ってくださいね。大丈夫です。よし、来た。もう1分経過しました。おっ、さあ、ハルキさん、1個完成。どうだった。そう、じゃあ今日はちょっと体調最悪だよ。まあまあ緊張してたってことでね。いやまだまだ課題がいっぱいだよ。いやこれどうしたらいいんですか、これ。え、じゃああれですか、ハルキさん認定書かられちゃうんですよ。ひょっとしてガモンさんお持ち帰りですよ。持ってけ。死角の前に完全に屈したハルキ、戦いは終わり、2人の男は、いやでも、はい、最高の戦いでした。ありがとうございます。いや、素敵な友情が